自分のことより人のことを考えて人のために動いた真央さん。市川團十郎の楽しい時間、家族愛。愛する家族に伝えたかったこと。小林真央さんは2017年6月22日に34歳という若さで亡くなりました。海老蔵さんと真央さんは体が良くなることを信じていたので遺言は残さなかったようです。海老蔵さんが後に語っていましたが、自分のことより人のことを考えてどんな状況でも人のために動く、こんなにも人に愛情を注げる人を初めて見ましたと真央さんの人間性を称賛しました。真央さんは言葉では表現できない愛を家族に伝えてくれたようです。真央さんは医者からの励ましもありブログを始めたようです。子供たちにとっても強い母でありたいという思いから亡くなる直前まで更新を続けました。真央さんは小さな子供を残して亡くなることへの同情に対して、私はそんな風に思われたくありませんと綴っています。私の人生は夢を叶えて愛する人に出会い、二人の宝物を授かって家族に愛され愛した素晴らしい人生だからですと綴りました。真央さんのブログは今でも多くの人に読まれ感動させています。真央さんは海老蔵さんと子供たちや両親に見守られながらゆっくりと息を引き取りました。最後は愛してると言って旅立ったようです。二人の子供を残して亡くなった真央さんの無念さは想像を絶するものがありますね。離縁の世界に入り海老蔵さんを支え続けた小林真央さん、最後まで一生懸命に生きた姿は多くの人の心に残ったと思います。人間として見習うべき生き様でした。ご視聴していただきありがとうございました。最後までご視聴していただき本当にありがとうございました。